リクガメのまさこレイディオ。はい、まさこらーと言っておりますけども、はい、はい、お疲れ様です。はい、どうも。今日も今日とてスタジオこもっておりまして、はい、ね、整っております。はい、もう整、なんかやっぱあれかな、キャンプ行ったからかな、ものすごく気持ちよかったんけど、音楽がさ関係あるから。音楽は気持ちいいもんやで。久しぶりのスタジオやったからかな。そうちゃう、久しぶりっちゅうても1週間後の1週間ぐらいスタジオやったけど、あ、気持ちよく音楽もできまして、完全に整いました。はい、仕上がっております。はい、10月16日ってもう今週ですよ。早い。うん、ちょっとくるみパンもツイッターで言っとったけど、はい、あのでも陰性やったみたいで、うん、あとはくるみパンが無事に回復したら、はい、もう問題なく通話できるとこですけども、いやね、元気な同士ですね、早くね。そうですね。昨日ね、そういえば、うん、あのみんな見た？昨日無菌義務が昨日あって、でうち見れたから見とったのよ。ほんなら、うん、まさかのね、水木出てた、してる？水木チパートの。そうそう、そうなん、水木をさ、ドキドキしながら見てたわけ。はいはいはい。そうしたら、うん、お客さんからのリクエストを読み出した時にね、うん、まずそのリクエスト内容が、はい、あのボイラーリクガメットジップアウトの通称を見に行かせてもらいましたと。ほう。でその時サウナスーツの対決されてて、本当にあの大変そうでしたね。うん、正直なところどのように思いながらライブをしていたのか、その時の心境を、率直に、正直に曲にしていただければ、そうと思いますっていう、すごいリクエストがあって、うん、水木のね、まず、はい、あの先にボイラーリクガメの皆様には謝っておきますいい、まずタイトルが黒谷コラ黒谷コラめっちゃおもろい。めっちゃいい。それはおもろい。さすが。聞いてください。黒谷コラ。それは。私さ、まさか自分らが話題になる思わんと見とったからさ。題名にまでなっちゃってるから。マジか思って、うん。しかも、まあほんまに3曲作って3曲中、もちろん黒谷コラもめっちゃええ曲で、うん。しかも、水木ちゃん、あの、30分ある、枠あるって多分知らんくて、足らへん思って、昨日にもう一曲、新曲作りました。って言っててやってた新曲も良くて、マジジップアウトで聴きたいなっていう、めちゃくちゃかっこいい曲ができてて、黒谷コラ、言ってました。いや、めっちゃ見たい、見返そう。あれ、ね、見る、アーカイブ。うん、アーカイブ。ああ、ほんま良かったです。うん、ほんまヒヤヒヤしました、本当に。怖かったもん、ほんまに。どういう歌詞やったんですか？ほんまにコラーみたいな。うん、どういうところが？そんな別にさ。いや、なんかその、悪いことしてないよ。50分も持つか、みたいな。しかも、ショーの名前も出とったで、ね、歌詞に。そう。で、なんかその一人だけ灰色が染まってない人がいる、それは、ショーンさんだ。かわいいよ。でも、かわいかったよ。歌詞かわいかったけど、もうほんまに曲はね、かっこいいのよ。うん、やっぱ水木の作る曲、うちほんまに好きやね。うん。うん、やっぱ水木、バックホーンのコピーしてたりとかさ、バンプー好きやったりっていうところからもさ、ちょっと連想できるけど、やっぱ曲うちめっちゃ好みでな。うん、いや、ぜひ、ジップアウトでやってほしいな、黒谷コラっていうね。はい、感じがしますと。うん、ああ。ほんで、7話やったっけ？ん？ 7話やってるんだけど。いや、ジップアウト、水木の話しかしない。そうそう。そうなんですよ。だからもう、思わず、ハーゲンダッツあげた。うん、ああ、いいよ。お疲れ、言って。もう最高やったで、言って。高級品あげた。なあ。そんな高級な、うん、なんかほんま妹を見てる気持ちで、ああそう、めちゃくちゃ緊張しながら、しかも鳥やったしね、みるき、天野香織さんとか立って陽子さんと、あ、そう昨日くるみパンも無菌出るはずやったんやけど、はいはい、そう、ね、それでキャンセルになっちゃってたから、うんうん、そう、うちもそれ 見たかったからな、残念やな、確かに見たかったね、ね、うん、くるみパンだって弾き語りはほんまにね、多分、くるみパンの、その、趣味じゃないわ、その、なんていうの、
好きな音楽さ、うんうん、ランチキーのイメージやったやん、くるみパンってさ。まあ、そう、俺らはそうそう。でもさ、すごい、なんかね、言うたら、ちょっとマイナー調というか、うん、なんか暗いというか、なんて言うんだろうな、うん。ちょっとなんかダークっぽい感じの歌を歌ってる弾き語りのくるみパンがすげえかっこよくてね。なんかその二面性が素晴らしいなと思って。いいね、そうそうそう。昨日のまた見れたらいいね。もうでも作ってるわけやもんね。そうやね、作ってんねん。どっかでお披露目できたら、ね。演者さんもこれいつかリベンジって言ってたから、まあどっかで聴けること祈っておきましょうか。うね、作ってもらってる人もいるしね。ということで、そのくるみパンがね、完全元気になることを祈りつつ、はい、うん、ひろみちはもうね、元気そうやから問題なく当日現れるとは思いますけども、ね、うんうん、16日ぜひお願いしますと、はい、いうことでね、もう時間も出なあかんので、はい、はい、大丈夫ですか、はい、こんなもんで、はい、はい、短ない、めちゃめちゃ短ない、でももう出なあかん、今世紀最大の短さ、そんなことない、うちらのミスったラジオ3分で終わってるから、2分で終わってる、ほんまに2分で終わったやつな、うんうん、ほんまにほんまに2分で終わったやつな、容赦、容赦なく2分で終わったやつな、でも人々の心には刻まれてるから、そうそうそう、あ、そうなんだ、思い出に残ってるな、思い出に残ってるから、思い出に残ってる、あと、その2日後18日の、はい、ディスペイドのレコ発ツアーファイナル企画もぜひ来てください、はい、その日、あ、ジップアートおるやん、ああ、そう、会える、うん、見れるし、よろしくお願いします、はい、はい、ボイラーと、あと銀幕一郎と、あのタイムカフェさんと、はい、F4 マンでございます、はい、よろしくお願いしますと、はい、オーナー、はい、通販とかよかったら見てください、お願いします、うん、ね、CD はもちろん、もちろんタオル、はい、うん、T シャツ、T シャツないわ、 T シャツないんですよタオル、うん、音源、新音源をとりあえず新音源取ってもらいたいです、CD、はい、タオル、はい、うん、お願いします、タオル、今日もさっき、CD、あのツイートしてるから通販のやつも、CD、ぜひ見てください、タオル、変なキーホルダーおいくっさーざんま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 くっさーくっさーめっちゃ怖い、ほなみなさん、ほなわさほなみなさんほなみなさんくさくさくっさ